人吉春風マラソンは、熊本県人吉市で2004年から毎年2月に行われている市民マラソン大会である。前身は、人吉市民の健康増進を目的に2003年まで毎年1月に開催されていた人吉新春マラソン大会である。2004年から地域スポーツ、観光、物産振興を目的とした大会に一新、大会名を 人吉温泉マラソンに変更し、毎年2月と3月の2ヶ月間、人吉熊地方で開催される観光イベント、人吉熊は、ひな祭りのイベントの一つとして、毎年2月中旬の日曜日に実施されている。コースも一新され、人吉熊は、ひな祭りのメイン会場である、市内中心部の9日町通りや、熊川沿いを走るコースに変更された。2008年開催の、 第5回大会から大会の知名度を上げるため大会名を公募し現在の大会名となった。それ以降、地元のボランティアによる参加者へのおもてなしや地道な熊本県内外での PR 活動などの効果もあって申し込み者は年々増加し当初は2000人規模だったが6000人を超える大会に成長した。毎年招待選手として バコール女子陸上部所属の選手が参加している。また、第9回大会には、タレントの間、官兵や人吉ゆかりの女子プロボクサーの、黒木優子が、ゲストランナーとして参加した。大会参加者には、全員に参加賞として、大会記念品と食事券、温泉入浴券が申請されるほか、地元のボランティアによる手作りの汁物以前は、豚汁、第5回大会以降は、 人吉熊地方に伝わる郷土料理のツボン汁などが無料で提供される。新型コロナウイルス感染症の影響で2020年9月に実行委員会は2021年開催の第18回大会を中止とすることを決定。また次回の大会以降、名称を人吉温泉マラソンへ変更。ありがとうございます。